実業団チームによる国内最高峰の団体戦第38回テニス日本リーグの決勝トーナメントが東京体育館渋谷区で2月16日から18日にかけて開催最終日には男女決勝及び3位決定戦が行われ男子決勝は三菱電機が異界を下し5年ぶりの優勝を飾った勝負の数星を決めたのは 最初に行われたシングルスナンバー2だった。ジュニア時代からライバル関係にある三菱電機の高橋祐介と、異界の徳田連大の対戦は、まず高橋がコースをついたストロークで徳田を走らせてミスを誘い、6-1で第1セットを選手する。しかし第2セットは昨年の全日本チャンピオン徳田が1点前に入って攻める形を作り、6-1で奪還。 10ポイント選手のマッチタイブレイクに入っても徳田が優勢に進め、95として勝負あったかに見えた。しかしここから高橋が驚異的な反撃を見せる。応援を見るとみんなが立ち上がって声を出してくれていた。それを背負ってやるからには僕も全力で応えないといけないと感じて、苦しい場面を乗り越えられた、と高橋。 強気のテニスで4ポイントを練習して追いつくと、そこからは互いにマッチポイントが行き来する緊迫の攻防に、そして計6本のマッチポイントを切り抜けた高橋が、自身5本目のマッチポイントをついにものにし、貴重な1勝目をチームにもたらした。これだけ応援してもらって、ここで負ける自分が許せなかった。そこで覚悟を決めて1ポイントずつファイトできたこと、 それだけが勝因だと思う、という高橋が気持ちでもぎ取った勝利だった。これで三菱電機はがぜ勢いに乗る。エース対決に登場した清水裕太は、昨年の MVP であるタイソンキアットコースキを相手に奮闘。前日の疲れから先にブレークを許した清水だが、すぐさまギアアップして追いつくと、 鋭いリターンと積極的なネットプレイで相手にプレッシャーをかけ、第1セットのタイブレークをものにする。途中からリターンが返り始めて、いけると思った、という清水は、第2セットも攻撃の手を緩めず、最後は豪快なスマッシュを決めて6の4でストレート勝ち。これが団体戦という試合ができた、と胸を張った。優勝を決めた三菱電機は、 ダブルスも相手の途中棄権により勝利し、終わってみれば3勝0敗で完勝。長谷川監督は、日本リーグにベストのコンディションを持ってくるのは難しく、なかなかできなかったが、今年は最高のコンディションで決勝トーナメントに入れた。あとは三菱電機の一番の強みである、応援と一緒になって戦うことができたので、それが優勝につながったと思う。 と5年ぶりり4回目の栄冠を振り返った三菱電機は決してプロ頼みのチームではなく、ダブルスは社員選手が担い、彼らは勤務時間外に激しい練習を積んで、相手チームのプロたちと渡り合っている。だからこそ社を挙げての熱烈な応援が毎回ついてくるのだ。そうして一体となった結果が、今回の優勝に結びついた。